これじゃこれじゃ、ご苦労だったなワッフル。ふんふんふん、やっぱりそうか。じいちゃん、何かわかったの？何かなんてもんじゃない。これで鉄巨神に関する謎はほぼ解明したぞ。本当に？うん、とにかく一度お前の家に行こう。どうじゃワッフル、お前も一杯行くか？いつにも増して飲んじゃって。前祝いじゃ前祝い。ついに鉄巨神の大いなる謎がわしの手によって明かされるんじゃからな。本当に？じゃあ結晶石のことは？まあ焦くな。そもそもの疑問は、鉄巨神のパーツと呼ばれる各地の遺跡が通常の発掘部品とは違うテクノロジーで作られている点じゃった。そこでわしはこんな仮説を立ててみた。仮説？うん、古代文明は2つ存在したと考えてみたのじゃ。そうすれば鉄巨神のパーツが不自然なほどバラバラな理由もわかる。2つの文明は戦争しており、鉄巨神は敵国に封印されておったんじゃな。そしてお前の結晶石じゃ。わしは解読できなかった全ての古文書を二大文明と結晶石をキーワードにしてついに読み解くことに成功した。二大文明の争いは世界を引き裂くほどのものであったじゃ。そんな長きにわたる戦争を勝利すべく作られた最終兵器、それが鉄巨神。しかし再現を超えた力は創造主をも超え、世界は新たなる暴虐にさらされたのじゃ。鉄巨神はひたすら世界を破壊し続け、わずかな生き残りたちは天かける船にて空へ逃れ、機会を待った。そして三日月の夜、鉄巨神がしばしの休眠に入った時、生き残りたちは鉄巨神の心臓から重要な5つの部品を抜き取り、封印することに成功したのじゃ。それじゃあ黒猫団が結晶石を集めるのは鉄巨神を？うん。ああ！ちょっと交換して結晶石を渡しちまいな。アリシア、やっぱりこの結晶石は君には渡せない。
ご苦労だったな、ワッフル。シアンさん、ボルト村の住人から通報を受けて駆けつけてみれば、この巨大要塞、まさに私向きの獲物だ。シアンさん、油断は禁物ですよ。心配するな、私は戦闘のプロ。ここからは大船に乗ったつもりでついてきたまえ。さあ、行くぞ。大丈夫ですか、シアンさん。不本意だが、ここは貴様に任せてやろう。進めは降る。
もいつも邪魔ばかりしてくれますね、あなたは。その声は工場にいたやつだな。一体何者だ。思い出していただけましたか。ではそのご褒美に私自らあなたのお相手をして差し上げましょう。と思いましたが、肉体労働は私の趣味に合いません。この辺でおさらばです。おさらばってまさか。せっかくここまで来たのに残念でしたね。大丈夫だったかな。じいちゃんはまた調査に行っちゃうし、僕も仕事に戻らなくちゃ。それにしても移動要塞はどこへ逃げたんだろう。
Thank you.
嫌いなのかい？嫌いじゃないけど、アリシア姉ちゃんが嫌ってるから私も嫌い。ステア、君も戦うのか？見極めです。見極め？そうです。何の？あなたのです。では行きます。友達になってくれるまでね。Thank you.
三姉妹、覚悟！あれ？先輩じゃないっすか。パンタ君、どうやってここに来たの？黒猫団退治の情熱に燃えるオイラに不可能はないっす。そんなことより黒猫団のアリシアが扉の向こうにいるみたいっすよ。あの間抜け警官に借りを返せて結晶石も取り戻せるという一石二鳥なアイデアですよ。だけど卑怯だ。お忘れですか？結晶石を5つ集めてくれれば猫人の国を作るための援助は惜しまないという約束。親もなく犬人どもに虐げられている子猫たちを救うためでしょう。私はワッフル。これはこれは、はじめましてと言うべきかな。私の名はフール。フール、聞いたことがあるぞ。法律で禁じられている危険な発掘部品を売買して法外な利益を得ている武器商人だ。よくご存知で。もっとも今はこのアリシアさんと共に猫人の未来のために戦う身です。フール、下がってな。ここでワッフルをぶっ倒して結晶石を奪えば済むわけだろう。確かにそうですな。ではお先に失礼いたしましょう。やめるんだアリシア。君たちはあの結晶石にどんな力があるか分かっているのか。うるせえ。私にはそんなことどうでもいいんだ。今日こそぶっ飛ばしてやるぜ。攻撃だ。助けろ。ワッフルのバカ。撃て。
寝るんだ。なんだよ、お前に、お前なんかに何がわかるって言うんだ、バカ！関係ないじゃないか。僕はただ昔みたいに、よし探そうアリシアたちを、そして今度こそ仲直りするんだ。